四条駅は台湾議覧検証経況にある台湾鉄路管理局議覧線の駅。鉄道省、鉄道停車場一覧、昭和12年10月1日現在、国立国会図書館、P521、https コロンスラッシュスラッシュでシリトル .ndl.go.jp スラッシュインフォ、ndljp、ピド、 120万7 5 5 4四乗車単、改善結合世代、鉄進む2860人2017年9月22日、台湾品火日報、99年法格脚客運期喫量。2011年12月29日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局、100年法脚下客観期喫量。 2012年6月16日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年6月4日閲覧、台湾鉄次管理局、101年報拡短、客運期、喫量、2013年6月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年6月4日閲覧、台湾鉄次管理局、102年報拡短、客運期、喫量、 2014年5月14日時点の,オリ,時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局103連邦拡短、客観運き釣量。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局104連邦拡短、客観運き釣量。 2016年7月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月4日閲覧、台湾鉄次管理局、105年報拡却客運気、喫量。2017年8月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月4日閲覧、台湾鉄次管理局、106年報拡却客運気喫量ボリュームオブパッセンジャー&。 フレイトトラフィック、台湾鉄時管理局、2019年6月5日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年5月5日閲覧。107年報拡端客観期、質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック、台湾鉄時管理局、2019年6月5日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年5月25日閲覧。 108年法拡ン客観期、喫量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック。台湾鉄時管理局。2020年5月13日閲覧。ありがとうございます。